チャンネル登録者数2022年に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもオスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、茨城県内のラーメン激戦区、実はあそこでしたでございます。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、アクアワールド大洗の凄さでございます。このまあアクアワールド大洗というのはですね、茨城県の大洗町にある水族館でございまして、実はですね、もうこれは超すげえ水族館なんだよと、まあ、聞いたことあるという方もねいると思うんですけども、具体的に何がどのぐらいすごいのかというのをちょっとお伝えしたいと思います。まずはですね、まあ、これも結構有名っちゃ有名なんですけども、サメの飼育数が日本一でございます。ね、これはあの種類ですね、飼育数というかサメの飼育している種類が日本一、これはですね、まあ50種類以上、約60種類近くのサメを、アクアワールド大洗では、飼育していると。そしてですね、マンボウ専用の水槽も日本一でございます。これは大きさは約270リットルですね、そのぐらいの水が入る水槽、これも日本一の大きさでございます。まあ、そもそもマンボウ専用水槽っていうのはなんかもう珍しい感じはしますけども、大きさは日本一でございます。そしてですね、この世界最大級と言われる、マンボウの剥製があります、ね、こちらは約3メートルの大きさ、これはもう日本一というよりも世界で見ても最大級の大きさでございます、ね、このマンボウはちなみに牛マンボウという名前でございます。牛より大きいのに大きいから牛ってついちゃったんでしょうね。はい、そしてですね、さらにもう一つ世界最大級、これも世界の最大級でございます、ウバザメというサメの剥製、こちらが、もう最大級でございます。かなり大きいでございます。そしてですね、なんとそれだけじゃないですね、実はこのアクアワールド大洗ではペンギン賞というのがあるんですけれども、こちらのペンギン賞、実はアクアワールド大洗、まあ当時のね、まあ1976年、当時はちょっと名前違ったんですけども、まあ、大洗の水族館が日本で初めてやった賞なんでございます。つまりこれはですね、ちなみにあの世界初という資料も実はありまして、まあ、世界初の可能性もあるんですね。つまりペンギン賞の発祥の地は大洗だったということになるのかもしれません。はい、ね、まあ、オスペンギンとしてもなんかこうね、縁を感じることでございました。というわけでございまして、皆さん、チャンネル登録、拡散、高評価、グッドボタンお願いいたします。お願いします。おい、少しロードですね、ペンギンも。やっぱ縁感じますね、オスペンギンとしては。そうですね、まあ、まあ、本当に日本一とか世界最大クラスっていうのがいっぱいあったりね、まあ、いろんなこうなかなか今まで見られなかったものが繁殖に成功したりとか、はいはいはい、とにかくいろんな角度からすごい水族館なんで、ぜひ見ていただきたいし、あのやっぱり改めてチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。お願いします。ぜひ。